で、今回の動画の視聴者さんは基本的にブログで稼ぎたい、アフィリエイトで稼ぎたいっていう、まあ、基本の方たちはこういうのを想定してるんですけど、まあ、結論から言うと CVR っていうのはほとんど操作できません。で、操作できないので、まあ、基本は放置でいいんですけど、でも放置といってもやっぱりそのネットで稼ぐ黄金の原則、まあ、黄金というか基礎原則なんですけど、この3つの要素っていうのはもう確実に頭に入れといた方がいいので、あの基本は操作できないんですけど、ただ理解しておいてください。それで早速、説明始めていこうと思うんですけど、ただ CVR って聞いてもパッとイメージわからなかったりするじゃないですか。で、CVR イコール制約率なんですけど、じゃあどんな感じかっていうと、例えば、英語学習の方法っていう感じで、まあ、僕は読者だとして、で、調べるじゃないですか。英語学習したいな、みたいな。そしたら、英語学習の方法10選みたいな記事がこう検索1位にあったとして、でそれをクリックしますよね。でクリックすると、その僕っていう読者がそのサイトに訪問しますよね。でこれが、アクセスですね。でそれで英語学習の方法っていうのは10選紹介されていて、でそのうちの一つが例えばスタディサプリだったとします。でその時の、僕っていう読者はどういう反応するかっていうと、あスタディサプリっていうのがあるんだみたいな。そしたらじゃあちょっとサイト見に行ってみようかなと思ってスタディサプリのそのリンクっていうのをクリックするじゃないですか。でこれがいわゆる CTR ですね、広告のクリック率です。でその後に、僕は今現在どこいるかっていうと、スタディサプリのその公式サイトをスマホで見てる状態ですよね。でスマホでこうやってスタディサプリの広告というかその商品のサイトを見て、スタディサプリこんな感じなんだみたいな、リクルートが運営してるんだとか、あとなんか満足度ナンバーワンなんだみたいな、まあ、そういう情報を見て、でその後に、まあ、このサービスだったら絶対問題ないと思ってこう購入する、購入というか申し込みをする。でこれが、制約率です。で制約率の場所だけもう一回繰り返して言うと、僕がスタディサプリの公式サイトに行ってそこから申し込む確率、これが制約率ですね。で制約率いわゆるこれが CVR です。でじゃあこの CVR どんな感じで決まってくるかっていうと、まあ、結論から言うと結構もう商品のブランドとか、あと商品の認知度、まあ、そういうのでほぼ決まってきます。でこれも多分具体例はまあお見せしちゃった方が早いと思うので、今回ちょっと3つご紹介していこうと思います。で、制約率の違いっていうのを理解するために、今回具体例として、Amazon のサイトと、あとリクルートのサイト、青汁のサイトっていうこの3つのパターンで紹介していきます。で、結論ネタバレしてたとこういう感じなんですけど、一番上が Amazon。で、Amazon っていうのは制約率一番高いです。で、その次リクルート。で、リクルート制約率2番目とか中間ぐらいです。で、一番最後青汁のサイト。これは制約率が低めになります。で、なんでこういう風になるかっていうと、ブランドとかで決まってくるものなので、ちょっと具体的に説明していきます。で、まず1つ目は Amazon のサイトこちらですね。で、これ別に Amazon の商品だったら基本的に何でも変わらないんですけど、これBose の、ヘッドホンですね。で、まあ、別にヘッドホンじゃなくてイヤホンでも別になんか本でも何でもいいんですけど、まあ、こういったものって、今 Amazon が販売してるじゃないですか。で、Amazon っていうのは基本的に制約率がめちゃくちゃ高い。で、制約率めちゃくちゃ高いってことは、お客さんが Amazon のサイトに訪れた時に、そこから購入する確率がめちゃくちゃ高いです。で、なんで高くなるかっていうと、これイメージしてみたらわかるんですけど、Amazon のこと多分皆さんも知ってるじゃないですか。で、多分これ見てる方もすでにアカウント持ってますよね。で、さらにアカウント持ちつつ、そこにクレジットカードとかも登録してますよね。で、もしくは人によっては Amazon ポイントとか持ってますよね。で、それで、Amazon っていう会社に対して信頼も大きいじゃないですか。で、こういった感じでこういう条件が揃っていると制約率どんどん上がるんですよ。まあ、こういった感じで、まあ、要するにもう皆さん多分 Amazon を信頼していてアカウントを持っている。まあ、こういう状況だと制約率は基本的に上がりやすいです。しかも、Amazon のサイトに行く人って、もう Amazon イコール、EC ショップ、まあ、いわゆるその、ネット通販みたいな感じですよね。これが分かってるじゃないですか。だからもう商品を購入するモチベーションっていうのが高いんですよ。だから売りやすいです。なので、Amazon の CVR ですね。これめちゃくちゃ高いです。で、その次こちらなんですけど、これが、スタディサプリの、商品ページです。で、結論から言うと、スタディサプリとかも売れやすいです。で、なんで売れやすいかっていうと、多分この動画見てる方の、大半の方っていうのはリクルート知ってるじゃないですか。で、リクルート知っていて、で、もしかしたら、半分ぐらいの方がもうリクルートの ID とか持ってますよね。で、多分、就職活動とかしたことある人だったら、就活をするときに、リクルートってほぼほぼ大半の人は使うんですよね。だから、社会人の方だったら、リクルートの ID を持ってる可能性めちゃくちゃ高いです。なので、会員登録してるサイトとしてないサイトだったら、どっち使いたいかって言ったら、会員登録してるサイトの方が楽だからこっち使いたいじゃないですか。だから、こういった、会員登録をしている、まあ、Amazon とかも一緒ですよね。すでにアカウントを持ってる。こういったサイトの方が売りやすいです。まあ、なので、Amazon とリクルートを比べたときに、やっぱりブランド力だと Amazon の方が上だと思うんですよね。しかも、Amazon って、オンラインのショッピング機能限定なので、来る人はほぼほぼ買おうとしてくるじゃないですか。買うか買わないかで迷ってくるじゃないですか。でも一方で、リクルートのサイトって、来た瞬間にみんなその、買うってほぼ迷ってるというか、Amazon ほど購入意欲が高くなかったりするんですよね。まあ、とはいえ、やっぱりそのリクルートっていうブランドがあるから、他の無名のサイトよりは売れやすいっていう、まあ、こういった特徴があります。で、その次の、最後がこちらの青汁です。で、青汁のサイトこれ何かっていうと、世の中にこういった感じで青汁だったり、まあ、健康食品とかっていろいろ売られてるじゃないですか。で、それで、例えば日清とかっていう、まあ、そういうブランド、日清を知ってる方多いじゃないですか。で、こういうサイトの商品ってのは売れやすいです。なんでかっていうと、日清がもう認知されてるからです。でも一方で、そういう大企業じゃないブランドを持ってない会社の商品とかだと、基本的にはこの CVR、制約率ですね、っていうのは下がります。まあ、なんで下がるかっていうと、例えばアマゾンとかと比較したらわかるんですけど、アマゾンだったらもう信頼度高いじゃないですか。でも一方でブランドのない企業って信頼度低いじゃないですか。で、あとアマゾンだったらもうアカウント持ってるじゃないですか。会員登録してるじゃないですか。でも一方で、無名のサイトだったら、個人情報の入力から始めないといけないじゃないですか。っていう感じで、まあ、結構めんどくさいんですよね。めんどくさいし、怪しいし、なんか失敗したら嫌だし、みたいな。で、そういったものが重なると人間ってやっぱ買わないでいいかなっていう風になっちゃうんですよね。だから結果として、制約率っていうのが下がっていきます。こういった、まあ、無名って言ったらあれなんですけど、そのブランド力がそんなにない中小企業、まあ、世の中の商品って大体ほとんど中小企業出したりしてるんですけど、まあ、じゃあそういった企業はどうやってそのAmazonとかリクルートとかに対抗するかっていうと、例えば返品保証とか、あとは初回限定割引とかですね。こういうのってネットでよくあったりするじゃないですか。で、なんでネットだと、初回の割引とか、あと返金保証っていうのがあるかっていうと、やっぱりその対面じゃないから、そのお客さんの不信感を抱きやすいです。で、そういうのを緩和するために、初回割引とか、あとは、お試し無料とか、あと例えば、返金保証とか、まあ、こういうのをつけたりしてます。はい。というわけで、今説明したのが、制約率の概念です。で、多分具体で結構豊富に出したので、ある程度イメージ湧いたと思うんですけど、繰り返しなんですけど、もし理解できてなかったら、できればちゃんと巻き戻しして、で、集中して、理解するようにしてみてください。で、なんでかっていうと、今回のお話では、ネット
で稼ぐ上で本当に最重要な話だから。